最近発表されたとあるデータが話題に。それは既婚者のおよそ7割がセックスレス状態。当然お互いが納得していれば問題ないのですが、 X にはこんな投稿も。妻とのセックスがなくなり、性欲の吐け口が見つからない。セックスレス真っ最中という30代男性。欲求不満を解消する方法がなく、苦しんでいる人も少なくないようです。さらにこんな人も。結婚9年目の男性、悟られさん。2年間完全レスの状態で妻から言われたのが、本来を許可もするよっていうふうに言われてて、いわゆるその浮気したりとか不倫したりとか風俗行ったりとか、もう何でもしてもいいって。婚外、つまりパートナー以外との性交渉 OK と言われているそうです。性欲を発散したいだけなんじゃないかみたいなのは、妻からよく言われるんですよね。人によって本当に違うのかなと思うんですけど、僕はどちらかというとやっぱりこうセックスすることによって愛情を確かめ合ったりとか、癒されたりとか、心の充電をしたりとかっていうところの感覚が強いので、そういうこと言われるとちょっと悲しくなりますね。性行為をしたい人、したくない人、ただ楽しみたい人、愛情の確認として捉える人、考え方は様々です。そんな中、あるサークルを運営する男性が。何かというと、一応サークルはセックスサークル。セックスサークル。こちらのモンさんが運営するのは、登録者数2000人を超えるという会員制のセックスサークル。女性登録者から依頼を受け、月会費1000円を支払った男性とマッチング。女性がお金を受け取ることはなく、サークルがプレイまでのお膳立てをするというもの。依頼の多くは男女1対1ですが、女性が希望すれば複数の男性が参加することも。我慢している方がちょっと多いのかなと思っているので、そういう方たちが安心してうちのサークルで性欲を、解放じゃないですけどしてもらって楽しんでもらえたらなというのが、最初の始めたきっかけですね。この日活動が行われるというので同行することに。ラブホテルで参加者と合流。この日の参加者は女性1人と男性2人、そしてモンさんも加え計4人。どのようにいたすのか聞いてみると、一応男性と女性がペアになって、男性が入ってくるって形の方が、この複数とかやると回りやすいというか、こうやって座ってるとこの2人中心に動きますよっていうのを意識的に感じはるから、わざとそうしてるんですよ。サークルメンバーは和気あいあいとした雰囲気。そもそもなぜ皆さんこのサークルに参加したのでしょう。ちなみにこの参加された理由って何、はい、あ、複数プレイ、プライベートではまずないです。やっぱりそこがなんかある興味があった。興味があったんですね。はい、ありました。でも若干うさんくさいなって思ったところもあったんですけど、そうね、やっぱこんだけのことを、そんなシンプルにね、セックスした人だけが集まるっていうところに、人いんのかいと、そんなかいと。その後参加者がシャワーを浴び、ガウンに着替えたところで我々の撮影は終了。ただ気になるのは、こういったサークルは法的に問題はないのでしょうか。弁護士の深澤聡さんによると、
現行法ですと刑法上の公然わいせつの罪に当たる可能性があると思います。ただですね、こういうものをですね、あんまり安易に処罰したりとか、まあ、取り締まるというのは、まあ、そもそも国家というのは個人の下着パンツの中に手を入れるべきではない、ちょっと下品な言い方ですが、こういうプライベートな部分にはですね、国家が介入するのは適切ではないと思っておりますので、その点からも私は取り締まるのは適切ではないと思います。今日はなかなか公に語られることのないセックス、そして性欲との向き合いについて真面目に考えます。さあ、今日の特集は性についてね、真剣に考えてみようというところなんですけども、安藤さんどう見ましたか？まず悟られさんの場合は、うん、はい、私すごい奥さんのこと大好きで、うん、本当に愛情があるからこその行為なのに、はい、ちょっときついなと思いました。どうですか？いや、傷つくんだろうなっていうね。だけどそのバランスってなかなかこうちょうどいいぐらいにはならなかったりもするのかななんて。そうですね、ご結婚された後ってやっぱ変わっちゃうのかなっていうところが、はい、ね、ちょっとあれですけど、うん、あとはこのセックスサークル、うん、初めて聞いたので、存在するんですね、びっくりしました。え、知ってません？聞いたことないです。なんかルールとか気になるなって思いました。確かに確かにですか？あとなんか男性と女性の比率、確かに成り立ってるってことは、うん、そういうことですよね。そうですよね。ではゲストをご紹介してまいります。まずはですね、早稲田大学法学部出身の元公務員でいらっしゃいまして、はい、ラブグッズプロデューサーやラブライフカウンセラーとして活動されています夏江里さんです。夏江里さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてもう一方、結婚不倫セックスレスなどに詳しい早稲田大学の森川智則教授です。森川さん、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。性欲についてというところなんですが、こういうデータがありますので見ていきましょう。日本人のですね、既婚の男女4000人に調査したところ、実に7割がセックスレス状態にあるということなんだそうです。森川さん、どうお聞きになりました？そしてなぜこんなにセックスレスが多いのかみたいなことも含めて。やっぱり性欲には多い少ないがありますので、はい、まあ、両方とも多ければうまくいきますよね。あるいは両方とも少なかったらうまくいく、うん、一方が多くて一方が低いと問題が出てくるってことですよね、はい、うん、そして安藤さんおっしゃるように時とともにね、まあ、お互い変わっていくみたいなことも。そうですね、なんか私の周りもご結婚当時は良かったけれども、子供ができた後に無理になったとか、なんかそういう話もよく聞くので、うん、そういうところもやっぱり、ま、バランス、うん、ところはどうなんでしょうか？まあ、出産、妊娠、うん、この2つは大きな契機になりますけれども、はい、まあ、基本的に飽きるんですよね、セックスって、うん、ですから日が経つにつれてだんだん減っていく、うん、あるいはもっと年齢で言うと若い頃はアクティブですけども、年、うん、を減るにつれてだんだん減っていくっていう傾向はもう当然ありますよね。私はそのパートナーがいても、なんか最初はもちろんそういうことがあるかもしれないんですけど、だんだんなんか家族的な感じになってきて、うん、なんか性の対象っていうよりなんか相棒みたいな感じになっちゃうので、うん、なんか私はなくなるのが普通って思ってたので、はい、そうですね、だからあんまり私には近い話に思えなかったです。最初からなんかそこを主軸にお付き合いがなんか進んでいく人と、うん、多分分かれるとは思うんですよね、はい、男性最初は盛り上がるというのは分かるんですけれども、でもご結婚される前までのちょっとこう何ヶ月か経つと、うん、なんかそこって話してもいいんじゃないかなって、ね、性欲の強い女性、うん、性欲の強い男性にとっては多分そういう営みがないと、うん、そういう女性として魅力がないんじゃないかとかっていう不安になったりとか、うん、それこそ、 その自分のことを否定するようになってしまう女性も多いと思いますし、男性なんかはそれこそ浮気、うん、とか、まあ、女性も浮気する方もいると思うんですけど、でも比率的に多分男性の方が多いじゃないですか、そういうことして、そっちに走ってしまうっていうのはなんか防げるんじゃないかなと思います。お互い の、 そのセックス、うん、エッジ の優先順位、うん、っていうのを最初からこう話すことって結構大事、はい、うん、今の話を聞いてると結局その大事なんですけど、やっぱり話しにくいっていう問題をどう考えるかですよね。宇佐美さん、ここまでどうでしょうか？はい、
ついに順番来てしまいましたか。そのまま過ごそうとしたでしょ。やり過ごして終わろうとしたでしょ。まあ、間違いないのは年々セックスの優先順位が下がっていって、はい、もう今すごい下の方にあるっていうのは間違いなくて、まあ、子供がいて、うん、子供の相手 して疲れて、で子供の将来のためにお金稼がなきゃいけなくて、でまあまあ結構不安定な立場だから、今のうちに稼げるとか稼ごうと思って稼いだりしてて、はい、常時疲れてって子供の相手もして、うんうんうん、で子供と一緒に寝て、じゃあその隙間で無理セックスするのってなった時によっぽど強いモチベーションがないとやるぞって感じにはなんないから、うん、だからまあもう優先順位って下がっていくもんだよねって。でどうぞ。だからといって、まあ、その女性側が浮気してんじゃないかとかそういう不安を持つのは分かるから、うん、全然そういうあの浮気願望はないんだけど、でもなんか不安になるのは分かるから、まあ、そういう不安は解消しないといけないのかなとは思いますね。結婚という仕組みそのものがなんか経済発展途上の、まあ、社会における、うん、やっぱり経済的な契約だったと思うんですよね、はい、でそれがいまだに引きずられてて、で欧米とか行くとですね、もうなんかもう離婚率ものすごい高くなっているので、そうすると離婚してもですね、その家族関係あんまり変わらない。例えば離婚をしてまた新たに結婚した、でその理由が結構その体の相性とかそういうことでも離婚しちゃうわけですけど、でそうすると前の旦那が家に来てみんなでパーティーやったりするなんて、よくアメリカのドラマなんかすぐ出てきますけど、すごくなんか、まあ、成熟社会になるとですね、やっぱりそのいろんな違い、結婚をする時とか子供を作る時の関係性とまた変わっていった時にはもう別に別れればいいじゃんと。その代わり経済的には養育費はきちんと払ってとか、うん、そういうことをやって、であの親であることは変わらないのでそのまま関係は築くよねって、そっちに移行してると思うんですけど、うん、日本はなんかまだやっぱり非常に昭和の時代の結婚観みたいのが生き残っていながら、でもやっぱり多様性社会でやっぱりこういろんなみんなの、まあ、趣味っていうかその性欲の違いとかが後で分かった時にもう集積かない社会が出来上がっていて、今としてはね、そのなかなか難しい中でもう外でいいよと、うん、パートナー公認の形っていうのをどう考えるか、そしてまた先ほどありましたようにセックスサークルなるものも存在している、こういう風になってきたことをなんかすごい顔してますけど、どう思いますか。いやだから、うん、そのそうなんだ、愛情のあるセックスを求めてる人からすると、うん、なんかね、まあ、だから里親さんみたいに奥さんが、はい、どうぞどうぞみたいな、うん、なのはちょっと話し合った方がいいと思います、うん、でもこれ男女逆のケースもあるかもしれない、あると思います、それも話し合った方がいいと思います、うん、だって話し合って解決しなかったらどうするんですか。うん、いやでもそれって話し合わないよりはいいかなと思います。話し合った上で納得するか納得しないかだし、奥さんに対してもなんかそれ、うん、なんか伝わってないのかなって、はい、奥さんの捉え方って違う、さっき VTR の中ではちょっと違った感じに私は取れたので、うん、もう本当はその愛情表現だったりとかコミュニケーションのところで奥さんとしたいじゃないですか、別に他の人としたい感じじゃないから、うん、ね、で相手が嫌だと言った場合はどうするんですか。嫌だと言った場合はもうそれはそれで全くゼロなのかゼロじゃないのかでもまた違ってくると思います。自分の生活を維持するために、うん、別れてあげないけどセックスもしてあげないってかわいそうだなって私思っちゃいました、うん、どうしたんか、誰が旦那さんが、だよね、だから私はそう自分がその相手のためになることを一切諦めるんだったら、うん、その金銭的な安定も手放すべきだと思います。いやいや、まあ、今そんなこと言ってるけどさ、いや私はそこになったらまた言うことがあるんだから、でも都合いいなって思います、うん、でも現段階です。だからといって今の立場では、はい、なんかやってあげるみたいなことも全然違うでしょ話として。だからその生活を維持したいなって思うんだったら多少の妥協が必要にはなると思うんですけど、でも女性の中で性を妥協してしたくない相手とするのってすごいダメージだと思うんで、それだったら私は別れた方がマシって思うタイプなので現時点の立場ですけど。南藤さんうなずいてますか。それはめちゃくちゃわかります、うん、我慢してできないですよね、うん、できない
できないし、なんかもうそれこそもっと溝が深まる気がする確かにもうなんか拒絶反応が出ちゃいそう。今は多分お互い愛情はあると思うんです、うん、一緒にいるってことは。もしかしたら奥さんもそういう金銭関係のところでこうギュッていてほしいって思ってるのかもしれないですけど、でもそれだけじゃないとまだ信じていたい。で旦那さんも旦那さんでやっぱり奥さんへの愛情があるからこそ我慢してでも一緒にいたいと思うけど、なんかでもすごい嫌悪感で今話してますけど、でも絶対このもともと一緒にいたんですよみたいなこととか含めるとね、なんか全然赤の他人の話をしてるならよくわかるんですけど、この人ありえないだろう。絶対この、ね、我慢の関係って良くないと思ういい我慢じゃないですもん。だから先に話し合って、なんか相手が性欲が少なかったり飽きやすい人っていうことが最初から分かってれば、うん、じゃあ飽きないようにこういう工夫をしようと、例えば月に1回はどっかラブホテルとかで気分を変えるようなことをしようとか、そういうなんか対策ができて1年2年とか引き延ばせるかもしれないじゃないですか。スタートはそれ森川さん分かりますか、ね、そういう始まり方しないからなかなか最初から分かる、まあ、なかなかそれはね難しいですよね。結婚考えてからそういう話をするのはいいんじゃないですか、うん、いつ気が変わるか分からないわけです、うんね、お互いにね。そうですよ、火って変わります、性欲の。いやいや、その相手との相性みたいなこと含めてですよね。あのシャッターが降りたらっておっしゃってるみたいに、どっちが変わるの、そう、ど、あの、どっちが時か分かりませんけど、男女ともにね、で変わる気がします、うん、性欲は別に変わってないんですけど、相手との関係性でこの人を性と見るか家族と見るかっていう目線が変わるんだと思います。多分ね、あの奥さんの方が拒絶が多いと思うやっぱり母親になると、うん、もう息子娘が一番になってくる方って多いの で、はい、うん、で家事もしないといけなかったりとかで、本当に今まで の、 その自分のスタイルとは違う生活に、多分 男性も、ね、そういう方いらっしゃると思うんですけど、うん、家庭内で、ね、サポートしてくださってる時代的に、だけど女性の方が多分本当に自分のお腹を大きくして産むわけなので、やっぱり実体験というか、うん、そういうのは大きいと思うので、女性が拒絶するというか変わってしまう例の方が多いと思うんですよ。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。